私たちもねまだ何をするかちょっとしか分かってないので楽しみ。楽しみですね。 TikTok 相方やった。あれさ、なんだっけ、一発撮りしたのよ。もう間違えてもいいから、一発にしようって。パズドラ来るの？気をつけて来るのよ。私マジで青ちゃんとパズドラ出るのいつぶりかなって感じ。青ちゃんいるから嬉しくてね。2月4日、そっか、ゆいなの生誕だから土日か。なんかさ、曜日感覚どっか行ってさ、でもゆいなの生誕ってことは祝日だと思って、祝日じゃない、休日だっていう。12月16ぶりだと思われる。おお、え、じゃあめっちゃ久々じゃん。え、そう、秋吉さんに、うちに電子レンジとテレビ台とみたいな、いっぱいこれあるんですけどっていうのをこの間言った。紹介してるんですけどね。若にゃんの、この若にゃんがこの電子レンジありますよって言ってるから。そう、曜日感覚がなくて、でもなんとかなんとか生きております。まあジモティみたいなもんですよね。地元ってわけじゃないけど、ジモティみたいなもんですよ。あ、そう、明日からおしゃべり会の振り替えが申し込み始まるので、何部あるか分かんないんですけど、ね、ぜひ申し込んでください。関東と福岡あるので、ぜひぜひ会いに来てください。まだ私テスト中、テスト期間中です。全然ショールームする。もういっかと思い始めてきちゃった。明日か、17時わかんない、それくらいかな。だから皆さんぜひ来てください。そう、2月って28日しかないもんね。早おね。ねえ、マジで会いたいね。いや、26がいよいよ最後になってしまうの。マジで前髪変。皆さんぜひ来てください。本当にね、きっと会える機会が最後になってしまうので、あと何回目撃者出るの分かんない。私にも先のスケジュールは分からないけど、誕生日があるからいっぱいね、メンバーの誕生日祝って、3月毎週話せるし、オオカミ始まるし、でやばん。え、やばくない？なんかめっちゃ喋っちゃいそう、オオカミのこと。早く誰が出るのかが気になります、私は。3月の楽しみ。あ、そう、明日から2月なの。そんなこと言わないで。言っちゃった。そう、あんま言いたくないんだけど、最後だからさ、仕方なくて。仕方ないけどね。直接会って話す機会がもう3月で完結しちゃうから寂しすぎ。いっぱい見て。スタバのショコラもう飲めてない。今欲しいものは何ですか？今欲しいもの、なんかいっぱいあるよ。本当にマジでいっぱいあるんだけど、でもここでさ、なんか
私の欲しいものをつらつら言ってもなーって感じ。そう、みんな笑顔で話そう。最後直接話せるの嬉しかった。本当なんか迷ったんですよ、スタッフさんに卒業公演が最後の日、最後とおしゃべり会が最終日どっちがいいって聞かれた時にすごい悩んだんですよ。直接話せる機会だったらお話し会が最後がいいなって思ってたりしてたから、まあ、振り返ではあるんですけど、追加日程ってあるんですけど、みんなと直接会ってゆっくり話して最後終われるからそっちがいいなって思って、こっち卒業じゃない、おしゃべり会が最後を選択させていただきました。そう、公演で綺麗に終わるのもありだなと思ったんですけど、でもなんかみんなと卒業公演の話をして、直接ね、直接話して話したいなと思ったから、おしゃべり会最後にしました。寿命が1週間伸びた嬉しさ。そう、なんかみんな17がさ最終活動日だと思ってたじゃないですか。でも卒業発表した日に最終活動日の話はしてなかったから、みんながそう勘違いしてたかなってちょっと不安になった。そう、卒業公演が終わってもじゃあまた来週って言えるので、まだまだ言えるから、卒業公演はそう楽しんでほしいなっていうのもあって、なんかもうさ公演終わってさ、そうまた明日がオンラインできるから17日がもう最後って思いながらさ公演をさ見るのって多分寂しいじゃん。私だったら寂しいのだから、まあ、また会える、話せるって思いながら見てくれたら嬉しいな。ちょっとごめん、固まった。オンラインの日は目腫れて話しましょうねそれな、マジそう、明日から現地オンラインわかんないけど会場で話し会は応募できるみたいですよ。だからちょっとでも話したいなと思ってくれたら、本当にぜひ来てください。最後に話せるチャンスくれてありがとうすぎる。待ってるよ、ありがとうね。現地は東京、ありがとう待っております。でも関東にもさ行けるの嬉しいなって思いましたし、私はなんかね福岡で終わるのかなって。でも本当になんか公園ね、目撃者公演本当にできる回数が私多分少ないと思うからね、一回一回を大切にして、もう2回は3回は約束されてるね、11、12と17で、3月17で約束されてるけど本当に本当に少ないから飲みすぎて私がいるじゃん。でも友達にもなんか想像つかないって言われた。私も想像つかない、4月からどうし過ごしてるんだろうなって。
神キャンプになっちゃう？なんないで。そう、髪伸びたでしょ、めっちゃ今ね、伸ばしてるの、めっちゃ伸ばしてる。めっちゃ伸ばした、伸ばしてる、伸ばす本当に切る予定ないから、今のところこのままずっとね伸ばしていこうと思いますいや別に何のために伸ばしてるはあんまりないんだけど、でもロングの方が好きだなと思って、今の長さもいいんだけど、なんか髪の毛巻くときにやっぱロングの方が巻きやすいなと思ったから、長くしようと思ってよいしょと、びっくりした、めっちゃ画面が下に行った。でもなんか巻きたい巻き方があって、髪の毛それ長くないと生えないから、そのために伸ばしてるみたいなとこありますね。そうアレンジできるし、いろいろと考えての伸ばしてるっていう話です。あと冬はなんかロングにしたくなる。そうあと染めたくて伸ばしてるっていうのはちょっとあるかも。38ミリのコテで可愛く巻いてほしい。え、もうマジでさ、今そう顔買いたいのよ。マジで伸ばして結構B3 くらいまで伸ばして巻きたい、外巻きにしたいのよ。私今何ミリの持ってたっけ。え、29に、あれって何ミリだ。32と38は、38は持ってないわ。買おうっとふっかる、ふっかるだからすぐ買っちゃう。最近よくないのよでも SNS 消すなって言ってない、残すから。なんか機会があったら多分見れると思いますよ、絶対。今の長さでもいける？声カスカスマジでさ、買いたくなる、購買欲が。てかまずいろいろマジでさ、なんか最近髪の毛関連とか服とかでマジで欲しいもの多すぎてさ、マジで余裕のある生活とはなんだよね本当に。どこ行ったんだろう。いやそう本当に余裕のある生活してない、1ミリもしてない。強いて言うならちょっと歩いてるぐらい。いやそう買いたいものが買うとき一番楽しい、わかる。軽すぎて財布も軽くなりすぎる、マジでそれ最近の私。なんか人に誘われたら最近すぐ外出ちゃう可愛い洋服着て可愛く負けたらもう余裕のある生活、わかる。てかなんか見た目に余裕があったら結構気持ちに余裕も出る。財布に余裕はないが、一番髪短くてここじゃない多分。もうその長さはしようって思わなくなっちゃった。髪くるくるって負けないから理由それです。特番立てはやった。そう歩いてるの、ちゃんとちゃんと歩こうって。めっちゃ寒いけど、お前吹雪に吹かれながら、吹雪雪に吹かれながら歩きましたよ。なんか雪に興奮して寒いけど歩いちゃった。
すぐ写真撮るし。でも着たがりよ、マジで。髪の毛ストレートより巻いた方が好きなの。でもなんか学校行く時とかは、今とかは巻こうとは思わないからいいんだけど、私服仕事とかで巻きたくなる。散歩楽しいよね。そう、わかる。なんかひたすら音楽聴いて歩くのがめっちゃ好き。わかる。ストレート似合わんからいつも巻いて。わかる。マジでそれな。私もそうなの。ストレートよりさ巻いた方が好きだから。いや、雪はまだ興奮するよ。そう、なんか本当にね、ストレートってさ、なんかちょっと湿気でさ髪の毛が変になったら分かりやすいじゃん。それでなんかボサボサになってるみたいな感じになっちゃうんだけど、でも髪の毛を巻いて外に出たら、なんかまあちょっと強めに巻いて湿気とかで巻き落ちたとしても緩巻きになるじゃん。それだからなんか本当に髪の毛ばっか巻いちゃう。張り切って髪巻く系オタクね、かわいい。でもわかる、なんかさちょっとさ、そういう気合い入れる時っていつもしないようなことしちゃうよね。マイスターウェイです。見たな、アイカツ。マジで良すぎた。マイスターウェイ、ドラさんでやりたいって思うもん。雪国にいるから雪がいらないなと思うことはあるな。ね、みんな言うよね。私は、その気持ちがあまりわからないんだけど、多分雪国に住んだら、思うんだろうな。朝巻いて会社着いたら巻き取れてる時あって、人生、嫌なってなる。になってます。なんかさ、わかる。あの髪の毛がさもう変になると、なんか本当に気分落ちるよね。前髪がとかさ、そうじゃない。めっちゃ家出る前綺麗に前髪できて、外出て風に吹き飛ばされた瞬間本当に虚無になんない。なんか感情なくなるの。もう最悪とかもない。もうポカーンってしちゃう、嫌すぎて。ニコラブちゃんの桜の咲く音がしたの歌詞あるよね。そう、もう大好き。その曲本当に大好き。てかなんかニコラブさんのコンサート行ってまた好きになって、最近毎日この空がトリガー聴いてる。周りの人に負けずに見てきました。1月最高。会社に答えてんのねえ。私さ今あれ買おうか迷ってんの。また買う話してんだけど、あの持ち歩きヘアアイロン買おうかなって思ってる。え、そう、本当に興味になる。髪の毛変になったらなんかぼーっとしちゃう。一人でいる時ね。大事大事。公演前にね髪の毛直すの。じゃあ今度来た時は注目しよう。めっちゃ綺麗な髪の毛って思ったらマークイズのこと想像するね。何かしてくれんの？なんかさ、JK みたい。あの、JK の協力プレイがあるから。アイロンを貸したり、ビューラーを貸したりという、プリクラ前の協力。友達と、なんか、プリクラ買うときに、私基本、あの、あまりメイク道具持ち歩かないですよ、直すとき。でもなんか、よっぽどのことやないと持ち歩かないんだけど、あの、友達に貸してもらってる、いつも。余熱だけ貸しての人も出てくる。それさ、なんか私がいつも家でアイロン使って使い終わって、あ、でも待って、もうちょっとなんか前髪巻きたかったと思ったら余熱でやるやつ。天神のゲーセンでよく見る光景、あそこでしょ。新天町のどこやろ。絶対
荷物多分ね私少ない方なんだよね。なんか何入るんって言われた、この間友達にそのバッグって言われたけど、なんか何持ってるんだろうと思ったら携帯ポッケット勝手に持ってるでしょ、で IC カード、財布、目薬、リップ、イヤホン、ポッケにハンカチ、ポッケに突っ込む冬は、え、ポッケに突っ込まない冬ってマジでカバンに入れるものなくてさ、なんかあのモバイルバッテリー本当にちっちゃいの持ち歩いてるから、それも上着のポッケに入れるし、ハンカチとかカイロも全部入れちゃう、全部ポッケに入れてる。ドラえもんかもしれん、ポッケから出てくるから何でも。え、そう、冬のコートってマジでポッケでかいから何でも入る。だから夏はどうしよう、夏はねもうちょっとなんか大きいサイズのカバンに入れないと入んないんだけどね。肩重くならない、あんま感じたことなかったか。そう、ポケットって優秀、本当に。いや、モバイルバッテリーマジで大事。なんか最近寒いからか分かんないけどさ、めっちゃ充電減るわけよ。寒いから関係あるのかな、どうなんだろう。なんか減るから本当に辛い。そう、ポケットに、てかなんか買ったちっちゃいペットボトルとかも最近ポケットに入れるから、なんかいつかあのコートのポケット破れそうなんじゃないかなってめっちゃ思っちゃう。何でも入れすぎて優秀だから。毎日カツカツだったの、いっぱい聞いてくれてありがとうございます。やっぱ音楽聴いてるとさ、充電って減り早いよね。てかなんか最近なんでこんなに充電の減り早いんだろうと思うぐらいずっと早い。結構なんかイラついちゃう。でもなんかよくさ、そうこのアプリ入れてたらめっちゃ充電減り早いってなりますよね。それ入れてるのかな私って。それくらいマジでなんか充電すぐ減る。なんかあとマジでってめっちゃ言っちゃうね私って。口癖だ多分。私のモバイルバッテリー持ち歩いてる、それ私のママママと一緒。気温が低いと、あーそうなんだ、裏でアプリが動いてると減るな。あ、なるほどね。なんかアプリ使った後さ、こうやって2本っていう2回やってやるの忘れちゃうんだよね本当に。イメージそんな減らないの？プレミュージックなんですよね。そう、消さないとって思ってさ、なんか思い出した時に消すんだけど、そしたらめっちゃ溜まってて、だから充電の減り早いんだっていつも思う本当に。TikTok つけたらさ、コスメの紹介動画が流れてきちゃった。そう、 TikTok でさ言おうと思ったのがこれ、あきちゃんとの動画を見なさいということで。あ、2月15、え、アイカツサブスク、マジめっちゃ早口なんだが。なんかね、友達と見に行ったんだけどさ、アイカツハムって これ加工のねやつ。なんか私が今ね出てきたのはあのコスメの紹介動画、加工と言われてるのでノーカットでどうぞって言ってるやつでした。めっちゃバズってる、きっとみんなの
どこにも回ってきそうな動画。いや、わかんない。でもコスメだから人によるか。ショールームだよな。あ、見た？それ私のとこにも流れてきた。そう、最近 TikTok マジでネイルとネイルしか流れてこない。またコスメ、たまにコスメしか流れてこない。流行りを知りたいんだよね。大工教えてくれない？なんか本当にさ、 TikTok のさ流行りの音源わからんすぎてさ、なんかマジでニュージーンズで止まってるんだけど、どうしたらいいんだろう。流行りを知りたい。一時期めっちゃ韓国料理のモッパン流れてきてた時あった。そう、いぶきがめっちゃ知ってるんだよね。私ももうちょっと詳しくなりたいけど、なんか流れてこないんだもん。まだニュージーンズ、わかる。この間友達と遊んだ時の動画をニュージーンズ作った。リットだっけ、あれ最後ほっぺが磁石張りにくっついて可愛かったね。嬉しい。あれ可愛くない？なんかこれなんだけど、ポーズこれで絵作るの意外と大変なの。指つりそうだった。おまおまか。あれ踊ってみたい、マジで。あ、ポップなビートで逃げ出したい人生かと。これ確かによく見るね。日向さんもやってたよね。確かにこれもめっちゃ聞く。友達に教えてもらったこれは。え、そう、戻りたいわ。逃げ出したい。何だっけ、あのさ、ニュージーンズのさ、最近 MC した子、土生の MC してたジニちゃんだっけな。めっちゃ細くてびっくりした。え、なんかサイズ感めっちゃ一人だけちっちゃくない？って思ってびっくりした。てかなんか友達にも言われるしメンバーにも言われるんだけど、ダニエルちゃん？わかんない、どの子だろう。え、そう、なんかあれ、え、遠近法って思った。マジで細って声出たもん。なんかいろんな、なんか私全ジャンル、アイドル全ジャンルいけるねって言われたとメンバーにも言われる。イコラブもさ見たり、48も好きだし、韓国も見るし。イコラブのライブもなんか、私アイドル好きになってよかったって思った改めて。なんか元気出たし、私のなんかああいう、なんていうの、私の好きなライブが詰まりに詰まってたっていうか、私の好きなライブだなってめっちゃ思う。演出とか瀬戸りとか流れがもう大好きと思って。VTuber 見たことない。アニメは疎いね。アニメだけは疎いけど、アイドルは割と多分全ジャンルいけると思う。いけると思うって言い方変だけど、なんか話いける、話せると思う。自信あり。分かる。私も AKB から入っていろんなの見たかな。この空がトリガーが最近めっちゃ好き。もう好きすぎて毎日聴いちゃう。確かにカバーしてたりするもんね。それでめっちゃハマった D する。イコラブ後の大垣オタクさんの会話チラッと聞いて楽しくなった。そう、それ絶対ないけど、うちらみたいなことやろ多分。私もモカちゃんとその後ご飯行ったんだけど、なんかイコラブさんの話をしながらずっとなんか語ってました。
かりちゃんのおかげでいろいろ幅広げた気がする。本当？なんかそうやって言ってもらえるの嬉しい。てかなんかキアラちゃんの歌声がめっちゃ好きだなって改めて思った。そう、この空がトリガーのさ、サビのさ、最後のこの振りで帰ろうかなって思ったぐらい好きだった。もうみんな大好き、マジでみんな大好きなんだけどね。ほんと困った困った。ググったって出てこないの、キャタン可愛すぎ。え、わかる。てかあれ生で見れたのマジで大興奮した。ググったって出てこない、マジで好きだった。サッシーさんと少しお会いできましたよ、福岡でね。嬉しかったし、なんかあの嬉しい言葉をいただいたので、なんか涙が出てきそう、出てきそうっていうか出てきましたね。あと4分なの、聞いてね聞いてね。なんかありがとうございました、ほんと見てくれて急遽なんですけどね。ねえ、22時以降もできたらいいのに。でもインスタライブとか TikTok ライブはできるんだけど、ショールームだけできなくてさ、悲しいよね。もうちょっと早くから始めればよかったと思ったんだけど、なんかね、学生さんなので勉強してました、明日の。待って、今何時だ、57分。明日からも頑張って働いて週末に備えるね。あげてこう。じゃあちょっとランキング読ませてもらっていいですか。13位がトリちゃん、12位カニカモポさん、11位ペラペラさん、10位みのりさん、9位がピヨシのクマさん、8位が YMST さん、7位があかりママとぬくぬく、何それ6位がシーザニトラドシさん、5位が内哲さん、4位がカズ、4位がゼンさん、3位がゼンさん、2位がオディさん、1位がペネさん、ありがとう。ショールームでたくさん話せて嬉しいです。いっぱいやるよ、2月もいっぱいやるから待っていて。いや、てかさ、待って、お風呂を沸かしてきて、その間沸くまで TikTok ライブするから一旦切って、ちょ、お風呂のスイッチ入れてくるわ。マジでさ、私の暇つぶしにみんな付き合ってくれるの本当にありがたい。僕は今日エントリーシート書いてました。就活やだ、頑張って、就活地。でも今日こそ本当に早くお風呂入って寝ないと、明日今日より朝早いから頑張んなきゃいけないの、頑張んなきゃいけないんだよ。でも早起きを頑張るっていう、何これ、早起きって頑張るものなのかな。だって起きなきゃいけないんだよ朝って。何を語っているんだろうなんていう生活感、ほんと生活感にあり溢れてるアイドルだと思う。じゃあこれ切れるまでやろうかな。頑張って起きる。今日起きれるけど、起きようと思ったら起きれるんだけど、朝の時間を潰してしまうからありがとうございました。バイバイ、また後で。